持った感じは結構しっくりきますね。あの前のセブンシートは違った、伸び縮みしてる状態でよろしかった、はい、こんな感じで。いや、これは全然伸びないです、感じです、こんな感じで。35ミリ側です。結構ボケてます。瞳は食いついております。はい、こんにちは、ゆうです。はい、ちょっとね、こんな格好とこんな場所なんですけども、今ね、ホテルのね、ラウンジみたいなところをですね、話しております。ちょっとね、周りがざわついてるかもしれないんですけども、これをしようか。ちょっとね、部屋がね、あまりにも狭くて、撮りにくかったので、ここで話しております。はい、ということで今日はですね、ソニーさんのね、新しいカメラとレンズのね、発表が昨日ありました、7C2 と 7CR、それと超広角ズームレンズのね、SEL1635GM、それのね、体験会に招待されたので、まあ、行ってきました。発表されたね、その時も動画を出したんですけども、その時はね、スペック確認的なね、動画だったので、まあ、今回はね、もうスペックの話をね、あまりしないでおこうと思います。もう実際に触った感想をね、もう簡単にね、話そうかなと思っております。まあ、といってもね、今日この動画をね、初めて見た人のために、7C2 と 7CR、どんなカメラかと言いますと、アルファはね、7C シリーズっていうのはね、この C っていうのは、コンパクトの C で、まあ、いつでもね、まあ、どこでもフルサイズのカメラを持ち出せるというね、多分コンセプトのようなカメラだったと思います。まあ、簡単に言うとね。まあ、それの 7C の後継機の 7C2 と、あとはね、その 7C シリーズに、さらにね、7R シリーズ、レゾリューションですね、高解像度のカメラ。そのカメラのスペックが加わった 7CR っていうね、2機種がね、出ました。あとは、16mm、35mm の、まあ、超広角ズームレンズの F2.8 同士の GM ですね。それの2型出ました。で、その 7C2 の方は、基本的なスペックっていうのはね、α74 ですね。それを引き継いできたコンパクトモデルになります。ソニーの α7C2 を今ね、借りております。でこちら α74 と同じね、画素数3300万画素は入っております。さあ、ちょっとね、持ってみます。持った感じは結構しっくりきますね。あの前の 7C とは違った感じです。で、7CR っていうのがね、まあ、ちょっと前に出たばっかりなんですけどね、7R5 のスペックを引き継いできたコンパクトモデルになっております。はい、こちらはね、7CR をね、借りてきました。はい。7C2 の方なんですけども、先ほど言ったように7-4 のスペックをね、引き継いでコンパクトモデルになってるんですけども、なんかね、前回のその 7C っていうのは、α7-3 のね、機能を引き継いだモデルで、その α7-3 をね、簡素化したようなね、コンパクトなモデルだったんですけども、この 7C2 っていうのは、α7-4 のね、性能を上回ってる部分も多々あります。まあ言いますとね、手ブレ補正7段分とか、7-4 がね、5.5 段分だったんですね。それが 7C2 は、ね、7段分になってます。まあそれとかね、AI プロセッシングユニットを搭載して、まあ AIAF とかが入ってたりしてます。大丈夫です。ぴったり目にくっついてます。ちょっと後ろを向いてもらっても大丈夫です。あ、なるほど、骨格の AF 着てます。あ、いい感じです。なので7-4 の性能をね、引き継いできたプラス最新のね、ソニーのアルファのね、技術も入ってるというね、そんなね、すごいカメラなんですけども、まあ、こんな感じでね、コンパクトに収まっております。これはね、スペック的に見てもすごいですね、本当に。で、実際ね、触らせてもらったんですけども、もう触ったね、体感第一印象をお話ししますと、まずね、僕 7C 使ってたんですね、初代の。まあ、その時って、グリップがね、あんまり好きじゃなかったです、正直言うと。まあ、ボディはね、非常に APS-C のカメラのようなコンパクトなボディで、登場したんですけども、グリップがね、結構簡素化されたようなモデルになって、まあ、フルサイズセンサーなので、まあ、必然的にね、フルサイズのレンズっていうのがね、
大きくなるじゃないですか。なのでそのフルサイズのレンズつけた時に結構ね持ちにくいなって 7C を思ってたんです。まあそれもあってね僕手放してしまったんですけど、今回ねこの 7C2 グリップね持った時全然違うなと思いました。まあそれね本当にね触ってみないと体感できないかもしれないんですけども、もう全然ねグリップの持った感じがね違ってました。あこれはねいけるなと思います。で最初ねあのソニーさんに 7C2 と 50mm のね F2.5G ですかね、ちっちゃい単焦点です。それをつけて貸してねいただいて体験させていただいたんですけども、さあちょっとね持ってみます。あ持った感じは結構しっくりきますね。あの前の 7C とは違った感じです。今ね 50mm の F2.5 の G レンズつけてるんですけども、持ちやすくなってます。ちょっとね大きいレンズつけたいですね。これグリップがねすごくいいので、いやもっとね大きいレンズねつけてみようと思って、 20mm、70mm の F4 同士の G レンズですね、これをねつけて撮ってたんですけども、まあこれもねつけてもねいけるなっていう感覚になりましたね。ちょっとね大きめのレンズ借りてきました。 20mm、70mm の F4 同士のレンズですね。これで一回ちょっと持ってみます。こんな感じですね。あでもグリップ感は悪くはない。あの6700よりかはまだね浅いんですけど、 7C 初代から比べると良くなってます。で質感も前のグリップと違うので良くなってます、うん、前はね結構なんか 7C 初代の時はストレスがあったんですよ持った時に。それがねなんかそのフロントヘビー感がなくなってます、ね。前回のね、その 7C は結構パンチング加工みたいなやつで結構なんかね、持った時の感触もあんまりね、手にフィットしないというか馴染まないね、素材感と、あとはね、デザインだったんですけども、今回はその 7C2、まあ、7CR もね、一緒なんですけどもね、グリップは。全然違うと思いました。持った時のね、ほんと感触っていうのがね、違いました。ただし、今僕撮影撮っている α6700 ですね。まあそれと比べると α6700 の方がねグリップは上回ってます。まあただしねちょっとビビったる差なんですけども、まあ6700の方がグリップはいいです。ですけども、まあそれに近いようなね持った感じの感触になっております。それね一緒に体験会に来てた、まあ、トバログさんなんですけどね、今 α6700 使ってるんですけども、トバログさんにもねちょっと聞いたら、6700の方が持ちやすいんですけども、7C もね、7C2、非常にね、持ちやすくなってますというふうにね、おっしゃっておりました。うん、なので、グリップはね、かなり進化してると思いますね。そこはね、期待してもらっていいと思います。で、あとね、その流れで、エクステンショングリップ、7CR に、ね、ついている、付属している、下につけるやつですね。あれね、7CR お借りした時に、もうつけた状態でお借りしたんですけど、これがね、すっごい手に馴染みます。これはね僕ね本当 7CR ついてるんですけど、初めからね 7C2 の場合はもう付属品で2万2000円がかかっちゃうんですけども、これはねあった方が断然いいと思いましたね。なんかね小指のところのフィット感が全然違いました。今ちょっと映像流しますけども、こんな感じですね。新しいレンズの1635の GM2 つけてます。でこのエクステンショングリップもねつけてます。これね今持った瞬間にね全然違うと思いますね。いや本気でエクステンショングリップなしとありでは全然違います。小指のヒット感が違いますね。あ、ほら本当ですね。ちっちゃいのね。本当ですね。エクステンショングリップつけるとこんな感じですね。握りやすさがマジで違います。ちょっと外してみます。外し方はもう手で外せます。回してあ、小指余りがなかったらすごいです。まあ、でもこれでもね悪くないですね。なくても悪くないですけど、やっぱねこれをつけてしまうと、まあ、7CR は初めからね付属しているので、まあ、そこの辺は考える必要はないと思うんですけども、これはあった方がいい。で、つけたままバッテリー交換もできます。
初代の S7C から比べるとグリップは良くなってます。ですけどもさらにそのエクステンショングリップつけたらさらにね握りやすく、結構ね大きめのレンズでもね全然ねこれいけるなと思いましたね。コンパクトなモデルとしてね登場している 7C なんですけども、まあねそのエクステンショングリップつけることによってさらに、ね、使いやすいカメラになってます。でそれつけたままバッテリーもね交換することもできますし、まあ、簡単にねネジで取り外しすることもできます。ただしね取り外してしまったらなんかね物足りなさっていうんですかね持った時のは感じます。なのでつけてしまったらねもうこれはねつけたくなってしまいますね。まあ、そのくらいねいい出来でしたね。はい、なのでグリップはまあ先ほどもちょっと何回も言ってますけども非常にね良くなっております。まあ、そこはね僕はちょっと自信持って言えるかなと思いますね。はい、で次ね 7C でやっぱり不満点だったのがファインダーです。 EVF これも初代の、ね、7C から比べると良くなってます。まあ、具体的な数字で言うと 7C が 0.5 倍だったんですけどね、それが 0.7 倍になってます。なので大きくなってます。でさらにね多分輝度も、ね、明るくなって見やすくなっておりますので 7C のファインダー不満に思った人からすると、まあ、非常にね良くなってるかなといった印象になりますね。まあ、これだったらね使えるんじゃないかなと思いましたね。で今ですねファインダー覗いてますけども明るくてねやっぱ大きくなってます。 0.5 から 0.7 になってるけど、ね、シャッターはこんな感じです。シャッターはこんな感じです。いやこれねいいですね。であとね質問でいただいてたのがこうね、α6700 のようにハイピースカップですかね、ファインダーのところにこれつけれますかという質問だったんですけど、これはねつけれないそうです。あの初代 7C と同じ仕様になっております。もう初めからねちょっとゴムっぽい素材になっておりますので、でアイピースカップつけるようなね溝っていうのもありませんので、もうこれはもうつけれないということですね。ソニーさんに聞きました。ファインダー周りはこんな感じですね。ちなみに多分これアイカップですから、ね、つけれないですね。であとですね、手ブレ補正なんですけども、まあ、両方ともね 7C2 と R ボディ内手ブレ補正ですけども7段入っています。で手ブレ補正の強調手ブレ補正ですかね、それも搭載されておりまして、手ブレ補正は動画の時なんですけどもね、動画の時も結構強くなってます。まあで僕がねその 7C2 でね 7C2 かな、こっち 7C2 で1秒、シャッタースピード1秒ぐらいにして写真の方なんですけど、ね、撮ったらこんな感じでした。1秒ぐらいだったらなんとかね頑張ったらね撮れるかなといった感じですね。でアクティブ補正はあまり距離歩く距離がね撮れなかったので、まあちょっと何とも言えないんですけども、まあ今まで通りのね α7-4 とかとね同じような感覚で効くなとは思いましたけども、まあソニーさんに聞いたら手ブレ補正の強調性もね入っておりますので、まあ若干ね強くなってるかなといったようなお話もねしておりました。20mm、 ああいい感じかもしれない。でアクティブ補正、動画の、ね、アクティブ補正なんですけども、これちょっと話からずれるかもしれないんですけども、やっぱりねあの新しいレンズになればなるほど効きがねいいっていう風にお聞きしました。ちょっとねあの古めのレンズですね、初期の頃のレンズとかそういったものよりかはね最新のレンズの方がねアクティブ補正効きがいいっていう風にねちょっとねこそっと教えていただきました。なのでまたねそのアクティブ補正を使う時もね純正レンズの中でもちょっとね効き具合は若干ね発売年時期によってねちょっと違うということをねお聞きしたので、それもねレンズ選びの参考になればなと思います。はい、動画ちょっとめちゃくちゃ明るい、動画と静止画と S&Q の切り替え、ちょっとね人差し指じゃやりにくいかなって感じですね。ここのダイヤルと結構干渉しますね。こんな感じです。ちょっと厳しいかなこれ。でちょっとねレンズの話もねしときたいんですけど、このね
僕ねあんまりねこの SEL のね1635の GM2 ちょっと、ね、高すぎてねあんまり興味なかったんですよね実際、まあ、ですけど触らせていただいたらこれもね良かったです。良かったとしか言えないんですけど、まあ、何がね一番良かったと思ったかというとズームのね伸びがね全然伸びないんですよ。1型のやつは16から、ね、35にしたら結構伸びるんですよ。でしかも重たいけど、2型見てください。これ16から、ね、35伸ばした時ってわずかこんぐらいしか伸びないんです。やばくないですかね。伸び縮みしてる状態でよろしかった。はい、こんな感じで。いやこれは全然伸びないです。インナーフォーカス並みに伸びないです。すごい。え、ズームしてんのみたいな感じです。16から20ぐらいにズームしたぐらいの感覚なんですよね。伸びるのが。これが16から35にした時はこんだけしか伸びないです。これやばくないですかね。でさらに重さも軽くなってサイズもちっちゃくなってということで、 1635GM2 僕相性あんまり良くないかなと思ってたんですけど、実際触ったらすごいいいです。1635の新しいレンズで、これが35の F1.4GM、 大きさがそこまで変わらないと事件が起きております。すごいです。これねかなりね努力されたと、開発にね努力されたというふうに聞きました。で画質も良くなって、 MTF 曲線ですね、見せていただけたらこんな感じですね、うん、これはね値段ね30万超えしますけども、まあ、僕もねその1635の F 用のね G レンズパワーズームですね持ってるんですけども、まあ、それ持ってるんですけどやっぱりねコンパクトでその1635のね F 用の G 使ってるんですけど、それうんなんかね今日触ったらね欲しくなりましたね。まあ、1型はもう大きすぎて、まあ、手出したくない、購入はね控えとこうと思ってたんですけど、1635のね今回の2型のやつ GM のね2型はすごいね好印象でした。これもねグリップ並み α7C2 とね CR のグリップ並みにちょっとね自信持っておすすめしたいことです。このレンズすごいもう持った感覚からいいですということでね、なのでほとんどねズームしてもねそのズームのバランスが変わらないのでジンバル運用でもねすごいいいです。はい、ということですね。まああとはうん、デュアルベースイストもね若干 7C の方でね 7C2 の方で調べてきました。こんな感じです。ちょっとね僕映像をねまだ見てないのでちょっとだけ流しておきます。でテロップね入れておきますね。イソ800、1,650、1,600、2,000、2,500、3,200、4,000、5,000、6,400、8,000、1万、1万2,800、1万6,800。はい、ということで、あとね、両方とも作例、写真とかね、撮らせていただいたんですけども、ちょっとね、作例だけ紹介しておきますね。うん、こんな感じで、35ミリ側です。結構ボケてます。瞳は食いついております。これは 50mm F1.4GM つけてます。うん、いい感じです。はい、ということで、まあね、ちょっとダラダラと体験したことを話してきましたけども、まあ、最初にね、僕が思っていたものとはね全然ね違う、もう好印象のカメラにね仕上がってるなと思いました。もう 7C 初代のね 7C から比べるともう全然ね全くねその別物のカメラとなってますね。まあ言ったらビヨンズ XR 搭載しておりますので処理速度がね8倍になってます。でタッチパネルもできるようになってますし、
まあ、クリエイティブブックとかも入ってますし、 S シネトーンとかも入ってます。もうね、ほんとできることがね、 S ログで、あとはね、自分のね、ラットも入れて撮影することもできますし、で、422.10bit なので、まあ、前のね、初代の 7C とはね、ほんとね、全くね、別物のね、カメラになってるといった感じですね。うん、まあ、なのでね、僕はね、その 7C からね、買い替えをね、期待されてた方、もう全然ね、購入ありかと思ってます。まあ、価格がね、ちょっと高くなってますけども、まあ、その分ね、買ったらね、撮影体験全然ね変わると思います。はい、まあ、本当にね、その74とかね、ああいった形のカメラ、74が欲しいんだけど、74はね大きいと思ってて躊躇してた方っていう人も、こうね、 7C2 おすすめかなと思っております。で、高画素機求めてる方っていうのもね、 7CRと 7R5 比べても 200g ぐらいの軽くなってますので、普段ね、持ち歩きたいっていう方、本当にね、その 7C シリーズ、おすすめのね、カメラに仕上がっているかなと思います。はい。ちょっとね、バッテリーがね、残り 1% になってきました。ちょっとね、この辺で終わろうかなと思います。はい。まあ、まだね、なんか思い出したら、ね、動画アップしようと思います。ちょっとね、バッテリーがね、本当に切れそうなので、今日はね、この辺で終わろうかなと思います。それでは。